先生、はい、先生、はい、絵を描きたいんですけれども、はい、テーマをください。キリン。キリン？キリン。キリンがいいですか？キリンがいいです。わかりました。ありがとうございます。描かせていただきます。いえ。いえ。お題何でしたっけ、三木先生？キリンだったような気もしなくもないような。先生。はい、僕はあえて横からではなくて、ああなるほど、正面から見たキリンを描いてます。なるほど、斬新。はい、わかりますか先生、これどっから見てもキリンですよ。今のところキリンですよね。今のところ唇がリアル。やっぱり唇はね大切ですから先生。そうですね。あ、あ、動いた動いた。なにこれ、今なんで動いた、あ、ここ押すと、動いた、動いた、動きますね。もうなんかちょっと偉い物体が動いてる絵がすごいんですが、へー、あ、なんか、あ、お、これどんどん慣れてきました先生。先生、いいじゃないですか、いい感じですよ。先生すげえ慣れてきた。まあ尻尾描かないとね。そうですね。え、今なんか言う？いやどうぞ続けてください。続けて。もうなんか言おうとしましたね。いや、じゃあ続けてください。大丈夫ですか？黄色ね。これでね、色を塗りたいと思いますよ。色塗るときペンって何ペンがいいんですかこれ？これはすごい便利な機能がありまして、はい、その、あのバケツを選択しておくと、まさか、ああ、きますよ先生。はい、バケツカモン。ナイス。はーいっす。いいですね。やば。一気に気になりました、ね。一気に気になりましたね。急に気になりましたね。ちょっとなんか。うえらい色が。いや、やっぱりね、先生、はい、普通の色を使ってもね、はい、人の心は動かせないんですよ。なるほど。線の色が。線の色が。線の色が。先生、戻る。戻る。はい。線の色もできるんだ。線の色も変えますね。その線を押せば線の色を。そうですね。いえ、すごい。ええー、面白い。面白いです先生。良かったです。耳は黒。耳は意外と普通。なるほど。やばいっすね。いいですね。これやばいっすね。最高ですよ。お、かけました先生。はい、キリンです。いかがですか先生。キリンですね。お、これは体を見てもキリンです。それは嘘つきの目ですね先生。はい、カットです。これでも T シャツにしたら可愛くないですか。パリとかに売ってたらこれ。あー、騙される。騙される。配色はね、ちょっと騙されるとかありますね。